今日も一日お疲れ様でした、ケントゥです。ということで、いよいよクリスマスがやってきましたけれども、まあ、ちょっと簡単にできるねお料理でクリスマスパーティーしたいと思います。はい、ということで買ってきました牛ももブロック。ちょっとこれ一番ちっちゃいのでこれだったんで、これをまあ半分ぐらいにしてローストビーフ作っていこうかなと思います。なんか適当に切っちゃったけど、これでいいかな。まあいっか。ちょっとなんか筋的な、筋が何なのかよく分かってないんですけれども、軽く切っとくか。じゃあこの肉はもう全部別のものに使おう。まあこれはなんかで使います。さよなら。でこれで塩して2時間ぐらい常温に戻すらしいっすね。はい、ということで2時間ほど経ちまして、おーちょっと、あ、やばいやばい。これ紙乗せない方がいいっすね。乗せるならラップ乗せた方がいいですね。で表面をさっと焼いた後にちょっと蒸し焼きにしたいんですけど、その時の代替わりとして玉ねぎ使うんで、まあちょっとやります。で1面1分でいきます。おお、めっちゃいいな。横は30秒でいいかな。うわ、もうこれだけでもえぐくね。ここにですよ、しょい、もうこれはもうすぐ避難されます。燃えていく。これをタオルでくるんどいた方がいいらしいですね。熱っ。まあこれで2時間ぐらいまた余熱で火通しつつ、あとは冷蔵庫でね肉汁をしばらく休ませようと思うんで、で夜食べようと思います。いや、で問題はこれっすよ。なんかわかるかな、なんか焦げついてんすよね。ちょっとこれやらかした、こんなの初めてなんだけど。やらかした。これちょっと焦げすぎ。これは本当はこの肉の旨味をそのまま使いたかったんですけど、これはちょっと苦そうだな、さすがに。海のように焦げてましたね。ちょっとだから酒蒸しにするときは最初は強火でよかったのかもしれないけど、蓋したらもう弱火っすね、これは。はい、勉強になります。ありがとうございます。はい、ということで、まあ肉汁はなくなってしまったんですけれども、ちょっとソース作っていこうかなと思います。でちょっとこのさっき下敷きにした玉ねぎをピューレ状にしたいなと思ってて、まあ、ちょっと水入れるか。失礼します。水分が足りない。まあ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 、まあ、なんかいつのかわかんないですけど、今年のボジョレーヌーボーがあったんでこう入れときます。まあ正直材料はさっき入れたので十分だと思うんですけど、僕はちょっと和洋折衷にしたいんで、こうなるとこ
まああと入れるとしたらリンゴとかですかね。ちょっと味見とくか、さすがに。うわ、うまっ。これはうめえ。じゃあこれも一緒に冷ましておきます。はい、ということで夜になりましてメリークリスマスっていう感じなんですけれども、はい今日は仕込んだローストビーフと、あと別の動画で使ってるねビーフシチューだったんで、まあそれは食べるとして、であとアボカドディップをね、これあの僕が住んでる YouTuber シェアハウス令和荘でたびたび出てきて、あのレシピ教えてくださいとか、なんか作り方知りたいですっていう方が結構いたので、まあざっくり説明しようかなと思います。お願いします。アボカドの選び方なんですけど、こう触った時にちょっと指が沈むぐらいのやつを選ばないと、もう食べれないくらい硬かったり青臭かったりするんで、ちょっとそこだけ注意ですね。でこれにねつけて食べるといい。マジで一回も中身確認してないんで、ワンチャンこれで、まあ、火通ってないはないか、まあ、大丈夫だと思うんですけど。でそう、あ、まあ開けちゃった一個注意しておいた方がいいのが、このアルミで覆った後タオルで覆ったと思うんですけど、タオルにめっちゃ肉汁ついてて、あのなるべく汚れてもいいタオル使った方がいいですねうえということで、ちょっと近くで切りたいな、これはさすがに。どっから切ったらいいんだろう。一回真ん中とかで切ってみる。逆にいきます。うお、わかるかな。薄ピンクですね。レアすぎず、まあ、こんぐらいがちょうどいいでしょう。ちょっとこれはもうネタバレネタバレごめん。しゃあ、出来ました。いやちょっと結構頑張ったんじゃないでしょうかでちょっとこちらを今日は用意しまして、赤ワインですね。そんな高くはないんですけれども、これをせっかくですから飲んでみようかなと思います。いや、いいですね。ちょっとテンション上がってきたな、さすがに。言うて、メリはい、メリクリルネサンスレッサンスおお、うまっ。なんかカシスっぽいと思ったら、やっぱカシスの香りとって書いてますね。まあカシスが入ってるわけではないと思うんですけど、おいしいですね。ということで、よし。いや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 、まずはお肉じゃないですか。やっぱこのローストビーフですよ。ソースはね、ちょっと少なめでいこうかな。こんな感じで。ちょっと
色がねマジで、あ、ちょっとピントを合ってください、お願いします。色がなんか絶妙にこのなんだろう、縁の部分だけしっかり焼けてて、中がちょっとうっすらピンクみたいになってますね。いい感じでございます。うわ、うまっ、うまっ、このソース完璧やな。うめ、これはうん、うまっ。これまあ結構な量になるんで、次の日普通にねサラダに入れたりとかもできるからいいですね。まあでもローストビーフ自体はそんな難しくなかったんで、まあね、牛肉安い時とかにまたやろうかな。めっちゃいいなこれ。こればっか食ってる。次これかな、これですよ。これフライデーズっていうなんかアメリカンダイナーに行った時に美味しくて、そこからハマってずっと作ってるんですけれども、あ、すいません、ちょっと傘増し。これがねマジでうまいんですよね。しかも結構ヘルシーな気もするしね、これだったらいくら食べてもいいんじゃないかっていう説が僕の中で出てます。これもマジで、あとはこれをね、まあ、ちょっとせっかく綺麗ですけれども、もったいないですけれども混ぜるというね。で、あと入れた方がいいのは、まあパクチー僕あんま好きじゃないんで入れなかったんですけど、まあパクチーとか、あと何、ハラペーニョが入ってましたね。でもハラペーニョってねあんま売ってないんですよね。なんで今回はこれになりました。はい。まあでもね、もっとジャンキーにするんだったら、なんかなんだろう、フライドオニオンとか粉チーズとか、なんかいろいろありそうですね。あるものは。うえー。で、これをさ、今回はこれチーズ味にしましたね。ここに乗せてさ、あ、折れちゃった。乗せてさ、あ、折れちゃった。乗せてさ、こんな感じですよ。これを食うわけですね。うん、うまっ。うん、これがマジでやべえやべえ。このままいっちゃうか。あとは秘伝のビーフシチュー、これは次の動画で出てくると思うんで、そちらも見てください。すいません、お願いします。あ、うまっ。いや、よくできてるわ。うんうん、こうわさびもね用意してたんで、わさびとこのソースをどっちもつけまして、わあ、うまっ。あ、こっちの方がうまいかもしれない。混ぜちゃう。うん、ちっちゃく割れたのは混ぜてもいいかもしれない。おー、ピンク、おー、ナイス。うん、うまっ。いや、あとこれかな。いや、これがこれで完成かもしれないな。うん、
いや、クリスマスどういう予定ですか？僕は多分撮影と編集で一日が終わると思います。いや、今回使ったのが牛肩ロースだったかな。なんでビーフシチューにもちょうどよかったかもしれないですね。多分脂身が多い肉とかになってくると、この冷やした時に固まってちょっとそれがあんま美味しくなくなっちゃう可能性があるんで、なるべく油が少ないやつを選んだ方がいいかもしれない。まあクリスマスね、いろいろなんだろう、まあピザが多いかな。ピザ頼んだりとか、まあ、チキン買ってきたりとか結構多いと思うんですけど、そういうのにプラス、まあ、こういうの作ったりとかいいかなって思いますね、うん、あ、そう、チキン僕作ったのでそちらも見てください。はい、お願いします。絶対見てください。一回見ててももう一回見た方がいいかもしれないです。あとラーメンもね、それで作ったんで、これ終わったらケンタッキー見て、ケンタッキーラーメン見て寝るっていう、お願いします。いやー、ということで、まあ手軽にできたし結構良かったかなと思います。まあこれはね、多分僕も一生食べ続けますね、これは。はい、ということで、皆さんクリスマスどういう料理作るか、よかったらコメントで教えてください。まあ作る予定ですよとかね、こういうの食べたいですとかでもいいです、お願いします。なんか僕も当日それ見て何食べるか決めるかもしれないです。はい、という感じで、ごちそうさまでした。はい、まあこれはちょっと後で食べるとして、ちょっと今回ね、まあ、クリスマスといえばこちらですね、ケーキということで、ピスタチオモンブラン買いました、さっきセブンで。お、すごい、ちょっとお高めですけどね。うん、うまっ。